皆さんこんにちは、のばなーです。土曜日、ドラッグストアの DM で注文していたものが届きました。ペイバックカードを持っていると59ユーロ以上で送料無料なので、いろいろと注文しました。いつも買う芯なしのトイレットペーパーに、エコベールの食器用洗剤、フロッシュのマルチクリーナー、そしてドイツで人気のコスメ、ノーコスメティックスの商品を初めて買ってみました。拭き取り化粧水が多いドイツですが、これは保湿系の化粧水なので使うのが楽しみです。それからノーコスメティックスの保湿クリームを2種類買ってみました。一つはお世話になった人に贈ろうと思います。そして美容カプセルを大量に買いました。これも日本にいる知り合いに贈ろうと思います。そしてお気に入りのデンタルフロスに、これはフローリングシートですね。そして食洗機のタブレット、フィルムが水に溶けるタイプが大好きです。それから食洗機を掃除する洗浄剤、以上です。月曜日の朝、早速食洗機の洗浄をしていきます。子供たちの朝ごはんは全粒粉のトーストです。トースター買わないんですかとよく聞かれるのですが、どうしてもキッチンに物を増やしたくないんですよね。最近はこの平たい桃がよく売られているので、お弁当に入れています。この平たい桃が日本の桃と味が似ていて美味しいんですよね。お昼ご飯は学校や幼稚園で食べるので、お弁当には基本的に果物を入れています。さくらんぼも美味しそうです。今さくらんぼ食べる。今食べていいの？あ、じゃあここ食べ。いいよ、一個だけ。ここ食べ。お兄ちゃんいらんで。いただきます。この2人。お兄ちゃんいらんで。じゃあ、お茶ぶどうよ。美味しい。欲しいやろ、ほんと。もう美味しいやろ。美味しいよね。今年はほんまよう美味しいよ。今日学校で眠る。今日あ、レンズだ。今日学校で眠る。何持っていこう、本決めた。パン屋さん、パン泥棒。日本語だし。日本語の本持ってきました、言うて。え、ダメ。なんか、いいやん。ゆうちゃんが読んだったらええやん。僕が読んであげます、この本を。いや、ダメや。ダメか。ドルフィンクラスの先生で連絡して、日本に行っていいですか？なんて言ったの？まだ返事来てない。ほんまにほんまにいいって言ってもらったら3月行こう。で、ダメだったの？ダメだったんだよ。
歯きれい？うん、歯きれいだよ。ママ歯きれい、歯きれい、きれい、きれい。泣き歩いていくか、雨すごいし。ローラーで行く。傘をこうやって持ってて。いやいや、それで赤いやつや。子供たちを送った後は家の掃除から始まります。先日届いたフロッシュのマルチクリーナーでテーブルを拭いていきます。視界に入る光景がごちゃごちゃしているとどうも落ち着かないんですよね。なので動画編集をする前に掃除をしないと動画編集に集中できません。掃除の後は美味しい紅茶を飲んで一息つきます。今日は幼稚園の夏祭りがあるのですが、この雨だと中止になるかもしれません。今のところ中止の連絡はないので、夏祭りに持っていく巻き寿司の準備をします。生の魚を食べない人も多いし、こういう時はいつもベジタリアン寿司を作ります。お寿司の準備をして私たちのお昼ご飯を作ります。今日は簡単にタンパク質たっぷりのサラダにします。立派なおネギです。これもサラダに入れます。最近また値上がりしてしまったクノールのドレッシング、便利で美味しいので買ってしまいます。前回の動画でたくさんの人がこのクノールのドレッシングが欲しいとコメントに書いてくれたので、オンラインショップで買えるように今いろいろと動いています。楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。他に私が美味しいと思うドイツパンやクノールやマギーのスープもセットに加えようと思っています。皆さんが書いてくださったコメントを参考にしながら何を入れようかなと考えるのが楽しいです。モッツァレラチーズも好きですが、このフェタチーズをサラダに入れるのも好きです。タンパク質をしっかり摂ることも意識しているので、ツナも少し入れます。あとはドレッシングをかけて終わりです。やりたいことがいっぱいあるし、料理がそんなに好きなわけでもないので、簡単なものしか作りません。簡単で美味しいならそれでいいですよね。できたー。すごい。いただきます。いただきます。すごい。幼稚園の夏祭りが持ち寄りなので巻き寿司を作りました。何を巻いているのかわかるようにシールを貼っていきます。
今回は卵、きゅうり、アボカド、ツナサラダの4種類にしました。日本の職人さんが握るものではないにしろ、外国人経営のお寿司には負けへんでーと自信を持って持っていきます。アボカド、ワキン、アイア。ドイツはベジタリアンの人も多いので、ベジタリアンメニューを作ると喜ばれます。あと醤油はちょこっとつけるものという認識がないので、醤油は結構減るものと覚悟していつも持っていきます。幼稚園の夏祭り、途中で娘が頭が痛いと言い出したので早めに帰ってきました。今日は軽くカルテスエッセン、火を使わない冷たい食事を夕食にしようと思います。ちなみに夏祭りではツナサラダの巻き寿司が一番人気でした。ベジタリアンじゃないんかいって感じですが、次回はツナサラダを多めに作ろうと思います。あるお母さんはこのわさび美味しすぎるって喜んでいました。日本から持って帰ってきたわさびはやっぱり美味しいと言ってもらえます。日本に住んでいる時は自分で巻き寿司なんて作ったことがありませんでした。ドイツではお寿司を振る舞うとやっぱり喜んでもらえるし、高いお金を出してシャリがやたらでかい甘い寿司を買いたくないので、自分で作るようになります。ということで今日はカルテスエッセンにしました。夏は特に部屋を涼しく保つためあまり料理したくありません。ドイツの一般家庭にはクーラーがないので、朝一番に全ての窓を全開にして冷たい空気を入れます。その後雨戸を閉めて部屋を暗くして涼しい空気を部屋に留めておきます。なので夏にいろんな家を見てみると、だいたい雨戸が閉まっています。面白いですよね。今年の夏はまだ30度を超える日が続いてないのでまだ耐えられますが、30度の日が何日も続くと子供たちも寝つけなくなるし結構大変です。その点日本はクーラーがあるので夏の家の中は過ごしやすいですよね。来週の6日から息子の夏休みが始まります。来年の日本帰国のためにこの夏はどこにも行かない予定なのですが、ちょこちょこお出かけすると思うので、またドイツの風景などもお届けできたらなと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。